なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。今年のクリスマスはお話し会でも、私はなぜか最初の3部でお話し会が終わるらしい。なんでだろう、なんでだろう。でも本当に知らない。まあでもさ、可能性としてはそれきっとそういうことだよね。え、本当に聞いてない、本当にわかんない。でも絶対そうだよねっていう3人で話してた。なんだろうね、なんでだろう、なんでだろうなんでだろう、なんででしょうね。確定か、分かってる。で、本当に知らないんだよ。でも絶対3人同じ感じだから絶対そうじゃんっては言ってる。なんて言ったらこんな感じだよねああそうだね、そういうのでね、確かに確かに、ツアーのメンバーとか予想できたって言って、分かる、バレちゃうよねそういうので。やめてくんない、みんなそういうので予想するの。心の中に留めといて。隠し事が上手な岡部、それは間違った認識ですね。私めちゃめちゃ下手ですよ。なんなら自分からダダ漏れしていってますからね、私、情報漏洩女いや口が軽いわけじゃないよ。そう、大丈夫、本当に肝心なことは言わないから、全てダダ漏れなわけじゃない。